ろ過槽の掃除と、ポンプの掃除と、エアレーションの変更。どうもこんばんは、リック学会です。今日はですね、冒頭にもお伝えしましたが、まずね、このオーバーフローろ過槽の、下回りがね、だいぶスノコの下は汚れ溜まってきたので、そちらの掃除と、レイシーのね、ろ過を循環させるポンプ、こちらもね、しばらく手入れしたいんで、こちらのね、汚れの掃除、あとはろ過槽のバッキのエアレーションですね、こちらの変更をやっていきたいと思います。まずはろ過槽のね、下回りちょっとね、スノコの下あたり見てもらいたいんですけどね、ろ過槽の周りが汚いのはちょっとこれはご愛嬌ということで、だいぶね、この茶色い、汚れ、これね、実際汚れもあるんですけど、そのソイル的なものも使ってるんで、そのクズもね、だいぶ溜まってたんですよね、掃除してたら。ただそれ以外のね、汚れもだいぶあるんで、ヒーターなんかもね、まだ大丈夫なんですけど、埋まるってことはいかないですけどね。そろそろヒーターにもかかってきてるんで、あんまりよろしくないなというところですよね。結構ね、pH 下がりやすいななんて思ってると、この辺に汚れが溜まってたりとかそういうことがあるんで、一つの目安として、下がり方がちょっとなんか最近早いなと。だいたいね、なんていうんですかね、pH が1日で 0.1 とか2くらい下がるときは、そんなもんかななんて思ってたんですけど、1日でね、0.5 とか平気で下がるときありますんで、あれって、これこんな落ちるようになったら何かあったかななんて言って、この辺見てみると、汚れが溜まってたりとかね、しますんで、今回は掃除をしていきます。さあ、ということでね、まずね、このろ過掃除の中で一番上にある、ドライろ過槽ですね。ちょっとわかりますかね、オーバーフローのろ過槽の上に乗っかってる箱があると思うんですけど、それをね、片していきます。これ手作りなんですよね。だいぶ前ですけど、ちょっと作ってね。効果のほどっていうのはね、なかなかあれですけど。これがエアレーションしてる状況ですね。後ほどやり替えた後と見てもらいたいんで、ちょっと、音とか聞いてもらえればと思います。はい、じゃあ実際ね、まず、ろ材の方。どかしていきたいと思います。で、私が使っているろ材はね、前から、何回もね、ご覧になっていただいている方はご存知だと思うんですけど、ソイル系の、ろ材と、あとサブストラットプロ、あとは、ブルカミアなんかね、使ってます。今までね、実はゼオライト入れてたんですけど、ちょっとね、何でもかんでも吸着するっていうのがあんまり良くないのかなっていう、軟水狙ってやってたんですけどね、一旦それはね、ちょっと前に外しちゃいましたね。これバケツにね、せっせか入れてるんですけど、量入れてると大変ですよね。ちょっとね、腰にくるかななんていうところもありながら頑張りました。で、今回はね、この辺ドライろ過に使ってるポンプ周りも、ついでに、ね、掃除さらっとですけどやってます。で、こちらがバッキに使ってたエアストーン、イブキになります。これにね、安永の AP40P つないで、4本エアを送ってたというような状況なんですけど、実はですね、エアポンプから1本のエアホース持ってきて、そこから4本に分岐してたんですよね。なので、これをそれぞれね、エアホースを直結といいますか、イブキじゃないですね、 AP40P につないでいきたいと、思います。で、今まではね、1本のやつを分岐したんですけど、これからはね、元でも当然分岐はしてるんですけど、そこからね、直接持っていくってことで、ちょっとやつよくなるかと。さあ、出しちゃいますよ。で、スノコもだいぶ汚れてるんですけど、これと払って、その下のね、掃除がメインになりますね、今回の。この下にね、溜まっているもの、これはね、なんて言えばいいんですかね、いわゆるスラッジって言われてるかね、塊になりますけどね、これだいぶ溜まってますね、この茶色いの。これ正体不明と言いますか、触ってもね、掴めないんですよね。ソイルはちょっと掴めるんですけど、これを、水道ホースでね、水を流しながら、ちょっとね、攪拌させて、ふわふわっと巻き上げながら、さらにね、お風呂用のバスポンプっていうかね、排水とかに使えるやつ、これをね、使っていきたいと思います。下にも、
排水口あるんですけど、それちょっとね抜ききれないんで、これで掃除しました。だいぶ綺麗になりました。もうピッカピカですね。もうピッカピカ、飲めはしないですけどね。こんだけ掃除すればもう大丈夫でしょうというところですね。まあ、ここに、またねスノコの方を戻していきます。さあ続いてはですね、レイシーの、循環用のポンプですね。こちらを久々にねちょっと、分解して、一部、まあ、掃除の方やっていきたいと思います。まあ、こういうね、ポンプ、まあ、外掛け式もそうですし、他のやつも、まあ、そうですよね。で上部に使っているポンプとかもそうだけど、回転する部分とか水の流れるところはだいぶね茶色い汚れが溜まりますし、それが溜まると流量が、まあ、落ちちゃいますよね。自然と配管の中もそうですけど抵抗が増えますんでね、水の流れに対して。で最近オーバーフローのね、オーバーフロー管から落ちる水がねちょっとね勢いが弱くてまとまらない部分があってバシャバシャなってたんで、まあ、これはそろそろね流量落ちて汚れも溜まってるだろうと思ったらこれですよ。まあ、やっぱりね予想通り汚れはだいぶ溜まってましたね。これ前回やったのいつかなっていうところですね。これも多分半年ぐらいやってないですね。だから半年にいっぺんぐらいは、まあね、ポンプもちょっとばらして中掃除してあげた方が、まあ、いいのかなと。まあ、当然抵抗があるっていうことはね、それだけ負荷がポンプにかかってるっていうことになると思いますので、寿命をね、まあ、縮めたいということも考えられますよね。はい、終わりました。もう新品じゃなかろうかっていうぐらい綺麗にしてきましたね。もう本当にでも歯ブラシとかでねシャシャシャっと磨くだけでもう本当に5分ぐらいでこのすぐ綺麗になっちゃいますんでね、まあ、時間ばらしたりとかね水抜いたりろ過すの水抜いたりがあるんで、まあ、時間のある時にしかできないんですけど、まあ、半年に1回ぐらいは時間を作ってね、掃除してあげた方が物持ちも物持ちというかね長持ちしてくれるんじゃないかなと、思いますね。でこのネジ回す順番、私ねこういうなんていうの円形に対していっぱいこうネジを締めるときって大体車のホイールとかね、ナットを締める順番あると思うんですよね。星型に締めていくとかね、対角線、大体対角線上に締めていくみたいな、まああんな感じでやるのが多分まあ正しいのかなと勝手に思ってね、そういう風にやってます。まあだから徐々に対角線対角線で徐々に締めていって最後に、増し締めすると。でこういうねものなんであんまり力入れすぎるとね、まあ壊したりとかってこともあるでしょうし、まあかといって閉まってなくても困っちゃいますけどね、水漏れしましたなんつったらもうシャレにならなくなっちゃうんでね、まあ十分注意しながら完成しましたよというところですね。で続きまして、エアストーンの方、バッキのねエアストーンのホースのねつなぎ方、先ほども言いましたけど、安田の AP40P から、これ直接4本それぞれにつないでます。でこちらのね分岐の、配管についてはこれから先は使わないということになりますね。やっとね、そのあたり、接続が終わって掃除も終わったので、ろ材の方をね、戻していきたいと思います。で戻し方なんですけど、さっきねエアストーンこれちょっとね2列に並んでたと思うんですけど、これに3箇所隙間といいますかね置く場所があるんで、その隙間に、まあ、ブルカミアのろ材を入れた、なんていうんですかね袋を、網目の袋を入れていくと。だから隙間からブルカミアの、ロザイとロザイの間からエアレーションが上に上がるイメージですかね、まあ、そんな配置にして、やってます。まあなるべくねその袋と袋の間って結構多分ね密度が薄い、ロザイも詰まってなくて密度が薄いと思うんで、まあ、そういうところからエア上にポンと上げてあげることでロザイの中自体をですね水が通ってくれればいいなという思いを込めてやってます。これでね本当そうなるかどうかなんてのちょっと私もねさすがに分かってはいないです。ただそれを狙って一応やってみてるっていうところですね。で続いて左側のね物理ろ過層メインになっているところ、これねちょっと掃除片付けていきます。これはね普通のスポンジフィルター、今の黒いボックスのところを、まあ、には詰めてるだけなんですよね。60センチ水槽用の、普通のスポンジフィルターですよね。もうそれを交換するだけで、その下にウールマットがあって、でセラのシポラックスがあってサブストラットプロがあるというような形の、構成になってますね。まあ、ちょっとねただ今後の課題、この辺の物理ろ過について今後の課題としてはちょっとね60センチ用の
60センチ用の、スポンジフィルターだと目詰まりが早いんですよね。なのでちょっとその辺ね、今考えてますけど、ちょっと物を変えたいなというふうに思ってます。はい、でこれがね、掃除し終わったところですね。まあ、こちらもね、だいぶ綺麗になりました。まあね、もう本当にヒーターが埋まんなきゃいいなと思ってるぐらいのレベルだったんで、まあまあとりあえず汚れが落ちれば、まあ、汚れと言いますかね、そういったものが除去できればいいかなというところですよね。でこちらもまあこれで、スノコのセットも終わりましたんで、全体的にね、あとは、一時撤去したろ材を入れていくというような形になります。で左側もね、最初はウールが全部上から下まで入ってたんですけど、あれはなんぼなんでも物理ろ過そこまでいるのかというところで、生物ろ過をね、ちょっと追加した、入れ替えたような形ですよね。まあ、実際ね、その露材も多ければいいわけではないっていうね、意見もあります。単純にね、そんなにいっぱい一時ね、バクテリアが増えたところでそれを維持できるだけのね、要するにバクテリアの餌になるものが常になければ、バクテリアが死んで今度その死骸がフィルターに詰まったりとかっていうこともある。まあ何事もね、過ぎたるはなお及ばざるが如しなんて言いますけどね、まあ、やりすぎはやってないのと一緒だよみたいなね、ところになるのかなと。だから適正な量、今後の課題はね、ろ過槽の露材の、適正な量って一体いくらなんだろうっていうところとかもね、ちょっと考えていきたいななんて思ってますね。はい、まあ、そうこうしているうちに終わりましたんで、ちょっとね、見てもらいたい。これが、一応ね、今右側のね、露材のところ入れ終わったところなんですけど、エアを一つ入れましたよ。二つ目のエアを出してます。3つ目のエアをオンにしました。最後のエアを通したところですね。これで全開ですね。さあ、さっきと比べていただきたい、どうでしょうかね、冒頭に見たエアレーションの量と比べていかがですか。増えた、どうでしょうか。ちょっと持ってきてみましょうかね、さっきの量で。でこれがやり替える前ですね。エアの量はちょっと大きくまとまっちゃってるか分かんないですが、少しまあ増えてるような気がしますけどね。また元に戻しますね。こちらどうですかね。ちょっと勢いが一部いいところが出てる、ちょっとうるさいのは、あの音楽がうるさいのはすいませんっていうところですね。ちょうどあの C さんのね、プレゼント企画の当選の日だったので、動画をね、どうなったんだと気になって見てるところです。はい、すいません、余計なこと言いました。で、まあね、この、露材関係全部戻し終わったんで、ドライろ過もね、元通りセットして、こちらでね、水を流して、完成ということになります。ということでね、今回の動画は、これで終わりとなります。まあ、メンテナンスについて私なりのやり方でしたが、皆さんいかがだったでしょうか。少しでもね、参考になるところがあれば幸いです。よかったらね、今後もご視聴の方よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。それではこの辺で失礼します。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。